さあチャンスになる、いい反転してシュート、うん、1点返した愛媛、小島のシュートが決まった。前半の早い時間、愛媛が1点を返しました。まあ、まさに1点を返そうというその指示を受けて、ボランチの位置からゴール、まあ、最前線に近いところで出てきましたね、はい、前半あまりボランチの位置から縦背後へ、松本ディフェンスの背後へ出てくるようなシーンはあまりなかったんで。